はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、時効消滅した債権を自動債権とする相殺について解説いたします。民法508条の内容なんですけども、これどういった内容かというと、時効消滅してしまった債権が時効消滅する前に相殺適条であった場合、その債権者は相殺をすることができるというルールなんですね。これはちょっと具体例出さないと分かりづらいので、具体例こちらを見ていただければと思うんですけども、まず A さんが B さんに50万円を貸しました。これによって A さんは貸金債権を持ちます。で、一方で B さんは自己所有の時計を A さんに売りました。で、 B さんはこの時計を A さんに引き渡しました。でも50万円まだもらっていません。ということで B さんは代金債権を持ちます。こういった場合を考えます。で、お互いがこの債権を請求することなくずっと期間が過ぎていって、こっちの A のこの貸金債権が先に時効期間を迎えてしまいました。時効消滅しちゃったということですね。具体的に言ったら、この債権を貸してから、例えば10年経ったとか5年経ったとか、つまりもうだいぶ先の話になっちゃうんですけども、時効によってこの債権が消滅しました。で、一方でこの債権は残っている、まだ時効消滅していない、こういった状況を考えます。この時効消滅した日を5月10日だと考えて、それよりも前に相殺適条だった、つまり相殺することができる状態だったのであれば、この期間が過ぎた後であったとしても、A さんはこの時効消滅した債権を使ってこれと相殺することができるんですよっていうのが今回の内容なんですね。で、これなんでこれ時効消滅しているのに相殺できるんだと疑問に思われる方いると思います。この債権もう時効によってなくなってるんですよ。なくなっているにもかかわらず A さんはこれを使ってこれと相殺すると、つまりこの債権帳消しにするってことができる。これなぜなのかというと、この時効消滅する前に相殺適条だった、つまり A さん B さんはもうこれ相殺できる状況だったって話なんですよね。これが前提の条件なんで、消滅する前に相殺適条であるならば、相殺ができる状態だったならば、 A さんはこの時にもうこの債権っていうのは相手方の債権と相殺されているでしょって期待するわけですね。で、一方で B さんとしても、この50万円の代金債権と借りた50万円、これは帳消しになっているよねということは想定できるわけですよ。そう思っても当然ですよね。お金のやり取りをするのめんどくさいわけですよ、この時点で。だから A さんはこの債権時効消滅していたとしても、その後に相殺を主張することはできるっていうルールにしているんですね。なので今回のポイントは、時効消滅する前に相殺適条だった、これがポイントなんですよ。言い換えると、時効消滅した後に相殺適条になったっていうのであれば、この場合は A さんこの債権を使って相殺を主張することはできないんですね。これは例えばどういう状況かというと、時効消滅した後に B さんがこの時計を売ったとか、そういった場合です。そういった場合、この B さんが持つ代金債権っていうのは時効消滅した後ですよね。この後にこの代金債権は発生するわけです。この時効消滅した後に時計を売ってるわけだから、この後にこれは発生しますよね。ということは必然と相殺適条になるのもこれよりも後なんですよ。後だけれども、もうその時点ではこの時効消滅しててこれないわけなので、この場合は A さんはこの債権を使ってこれと相殺するっていうことはできませんよっていう話です。なので、あくまでも時効消滅する前に相殺適条だったというのであれば、時効消滅した債権を使って相殺を主張することは許されるけども、時効消滅した後に相殺適条ってなったとしても、もうその場合は、そもそも相殺適条ではないですよね。この債権ないわけだから。
この債権がないわけだから、まあ、総裁適場になるってことは基本ないんですけれども、その場合は A から総裁を主張することはできませんよという内容になります。まあ、今回の内容は 2,3 回見ていただいたら内容わかるんじゃないのかなと思います。そして最後に、弊社レトスは現在短期集中実用カップ講座を開講しております。これまで勉強してきたけども実力がつかない、どうやって勉強したらいいのかがわからない、試験日までの計画が立てられない、わからない部分について質問がしたい、忙しくて時間がないけど今年絶対合格したい、もしそう思っているのであれば、短期集中実用カップ講座であれば今お話した5つの課題すべて解決することができます。無理なく無駄なく効率的に勉強していくのが短期集中実用カップ講座です。一緒に勉強して合格を目指しましょう。あなたの受講お待ちしております。短期集中実用カップ講座はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますんで、ぜひご確認ください。あなたの受講お待ちしております。